幸チケ9月10日から2000年に1月2日は YMCA や PHD で活動し、阪神大震災で、阪神大震災地元 NGO 救援連絡会議を立ち上げ、NGO の連携と行政との対等なパートナーシップを立ち上げた人物で、その活動は国内にとどまらず海外での災害発生現場に必ず足を運んで、ボランティア活動を行った牧師である。 1941年9月10日、岡山県生まれ。1961年4月、関西学院大学進学部入学。土門県の祝法の子どもたちを契機に、全国キリスト教計15大学からなる祝法の子どもたちを守る会が結成され、そこに参加。個々のボランティアの連携と行政との対等なパートナーシップを構築するために、 阪神大震災時元 NGO 連絡協議会を組織し代表に就任。1997年頃に国際ボランティア学会設立構想を立てる。1998年4月、姫路工業大学環境人間学部教授となり国際ボランティア論を講義。1999年2月13日国際ボランティア学会を設立。 1999年12月末に体調を崩し、入院。2000年1月2日、神戸中央市民病院の集中治療室で、知り合いの牧師に見舞われ、挨拶を交わした3時間後に、敗血症により急性。ありがとうございます。